別府市北部の自治会などが参加する地域組織の拠点が競輪場内の施設に設置されました。自治会や老人クラブなどで構成される北部人守り町守り協議会はおよそ3年前の設立以来、川の清掃や通学時の見守り活動などを行っています。協議会では去年12月頃から活動の拠点となる施設を探していて、設備が整っている競輪場の利用を市に打診し、無償で使用できるようになったということです。今はもう地域に密着した娯楽施設になって、大きい競輪場さんとタッグを組んで一緒に活動していこうというところが一つの大きなテーマになってくると思いますね。競輪場内に住民のための施設があるのは全国的にも珍しいと市は話していて、施設に新たな価値が生まれることを期待しているとしています。